もこんにちは、ウィマンズの小井です、はい、ウィマンズチャンネルの中古車紹介、今日はですね、ガレージある本店に来ております。はい、今日ですね、紹介したい車は FD でもなく RX8 でもなく、はい、こちらです。はい、来ました、スバルです。スバルのレヴォーグですね。レヴォーグ本店にね、レヴォーグが数台在庫しております。なんとですね、1、2、3、この後ろにも4、5と5台ぐらいですね、在庫しているんですけど、はい、なかなかですね、注目されていないのか、人気がないのかな、スバルさんどういうことでしょうか。はい、なかなかね、いい車なんですよ。価格的にもね、全然そんな高いわけじゃないし、車もいいので、ちょっとね、今回この5台をね、一致紹介していきたいと思います。はい、ちょっとの時間ですが、最後までよろしくお願いします。はい、じゃあね、これ早速いきましょう。まずこの一番最初のね、この黒、128万円という価格がついておりますけども、はい、こちらがね、平成27年式、9月登録ですね。はい、スバルのレヴォーグ 1.6GTS アイサイトとプラウドエディションってやつですね。はい、3万4000キロ、車検がもうないので、2年つけた状態でお出ししますということで、ワンオーナー車、もちろん修復はございません。まあ、状態のいいですね、レヴォーグなんですよ。3万4000キロですからね。128万円、ちょっと150とか160じゃないですか。3万4000キロなのに全然安いんじゃないかなと思うんですけど、一応チューニングリスト書いてあるんだけど、そんなに、車外のパーツを入れてるようなわけじゃないですよね。純正マフラーの純正アルミホイール、ヘッドライトと、まあ、カロッツェリアナビが入ってるぐらいですかね。はい、黒、あ、ちょっとね、やっぱこういうところ傷があるんだな。傷がね、こういうところに傷が、修復はないんですけど、外装はね、黒で、ここの左側にまず傷がありましたね。はい、でこういうところもちょいちょいちょっと擦り傷があるようです。はい、後ろを見てもこっちは大丈夫だね。うん、あ、ここにもなんかちょっと10円パンチっぽいのがあるかな。はい、でもそれぐらいですよね。そんなに、大きな修復っていうか、その大きな傷へこみ等はないかな、目立つような。はい、これがアルミホイールです。でタイヤの溝はゴブ山かな。ゴブ山で結構ね、傷んできているのかもしれない、タイヤは。はい、で車体が128万円、支払い総額ですと154万円の車になっております。はい、まあね、あの本当に128万円台でじゃあ RX7 が買えるかっつったらとても買えません。 RX8 はね、射程距離内に出てくると思うんですけど、何せ年式がね、もう10年以上新しい車です。平成27年式ですからね。でスバルの技術が詰まった車になってますから、絶対お得でコスパはね、いいと思うんですよ。はい、間違いなくいいでしょう。で四駆だしね、すごくいい車なんですけどね。まあ、続きましてこちら行きましょうかね。色がね、グレーでしょうかね、グレーっていうかそのブルーでしょうかね、ブルー。こちらが平成29年式、先ほど27年式ですけど2年新しい車になってます。平成29年の8月登録、これも車検が令和6年、来年の、8月まで残っている車ですね。レヴォーグの 1.6GTS アイサイト 4WD と。はい、これもね、もう本当にいじってるわけで、もうシートヒーター、ケンウッドナビ ETC、 ほとんどフルノーマルだね。もちろん修復はございませんと。で外装を見てもちょっとね、フロント周りの
顔つきがちょっと変わってんだよね。ちょっと変更してあります。このフォグとかもそうですね。こういうのがあってこっちにはないんですよ。でアルミホイールもちょっと変わってますね。2年新しくなるとこんな感じになる。はい、機能はね多彩についてるはずなんですよね。安全装備もそうですし、こういったこのプレートもね、前期の方ないんですけど、こっちはねちゃんとついてるんですよね。うん、リア羽根とあとはほぼモデルチェンジしてるわけじゃないんで、フルモデルチェンジをねしてるわけじゃないんで、はい、状態悪くないと思うんですけどね。で車体で158万、支払い総額だと174万円の車になっております。はい、一応ほらレボーグでやっぱりこう安全装備、一応こういうねカメラがね何個もついてるんですよ。3つもついてますからね。最新の技術が詰まった車になってます。はい、29年式、この色もねなかなかないと思うんで、はい、続きましてこっちです。はい、来ました黒。こっちはねグリルのエンブレムに STI という文字が入っているんで、ちょっとこっちはのグレードが違うのかな。はい、こちらが平成29年式ですの5月登録、車検は今年の12月まで残っている車で6万8000キロです。もちろん修復はございません。 1.6 の STI スポーツアイサイトアイサイトセーフティーパッケージですね。ほとんどこちらもねいじってるわけじゃないですね。純正の18インチアルミと STI マフラー、バックカメラシートヒーターアイサイト、まあ、そんな感じですね。はい、6万8000キロ修復はもちろんございません。こちらもねいろんな機能多彩ですね。で見た目もアルミホイールも同じ年式ですけど変わってますね。こっちがね、はい、こんな感じ。この両方とも18インチなんですけどね。こっちもタイヤのね溝がちょっと減り気味かな。4分山ぐらいでしょうかね。こっちは5分山ぐらい残ってますけど、うん、でちょ革シートだね。はい、こちらがね革シートになっております。で後ろ回り傷とかもほとんどないですし、見てください。このエンブレムはねレボーグ STI と、スバルいいですよね。こちらの左の側面も別に問題ないですよね。でこちらが168万円の、支払い総額が184万円の車になっております。年式は同じで走行距離もそんな変わらないんですけど、こちら STI スポーツっていうのがついてるんですね。その差でしょうかね。色が黒と、はい、で今ね黒ブルーときて、この後ろにあるのがはいこちらも赤、真っ赤なレボーグです。来ましたね。こちら平成27年式の7月登録ですね。 1.6 GTS アイサイトプラウドエディションの 4WD、 はい、車検が来年の7月まで残っております。1年ね。走行が4万6000キロ、もちろん修復はございませんと。チューニングリストは、チューニングリストっていうかこちらもね純正のアルミホイール18インチアルミホイールと純正マフラー STI タワーバーストラーダナビゲーション、まあそんな感じですよね。赤もねなかなか鮮やかな色でいいですね。こちらもフォグがついてるんですよね。はい、これもホイール今度黒だね、純正の。こっちのタイヤの水はやっぱ6分山ぐらい残ってるね。こんな感じで一応これ
後ろも何も変哲もない、傷がないね、綺麗ですね。はい、来ました、ガレージアールの新しいステッカーですね。かっこいいね。俺が考えましたけどね。はい、はい、こんな感じです。ほとんどねノーマルなんですけどね。このシートはモケットシートになってますね。今のところ全車オートマですから、はい、マニュアル、規格はないんじゃないかな、はい、で車体で128万円の車、支払い総額は144万円の車になっております。はい、赤もね設定好みによっては赤じゃないと嫌だって方もいますからね、はい、続きましてこの最後5代目、これがねまたブルーなんですよね、ブルーで26年式平成26年の9月登録です。はい、で 1.6GTI サイトってやつですね。で車検が今年の10月まで残ってます。ただ、走行距離が9000キロです。9000キロの車ですね。もう一応内容的にはもうマフラーと純正のマフラーですね、純正の 17インチのアルミホイル、ほとんど変わんないですね他のみんなと、うん、でこれがね今今までずっと18だったんですけど、これ17インチのホイールですね。で一番最初の車と同じようにこれ工具的なフロントのね顔つきがちょっと違う、うん、この車と同じなんですけど、こっちは平成29年なんで2つ新しいんですけど、同じ色でもフロントのね作りがちょっと違いますね。でも外装傷とかはなく9000キロ、もちろんオートマでございます。9000キロの車で、これ何気に鉄筋にこれカバーかぶってるわ。あ、これ一番低いグレードなのかな、ひょっとして。はい、一応こんな感じですね。外装傷とかはねほとんどないので、特に走行短くて程度がいいやつがいいなって、この色を探してんだよねっていう方がいるんであれば、もうドンピシャだと思いますね。はい、一応135万円の車体価格で支払い総額が151万円の車になっております。はい、一応これでね、5台一応紹介させてもらいました。この横にねこの間動画で流したティアナまだ、在庫しておりますんで、絶対見てほしいなって方いると思うんで、こんな状態のいいね車ないっすよ。ティアナねめちゃめちゃ綺麗だし、この価格帯17万円で支払い総額38万円の車ですからね。来年の8月まで車検も残って、本当にね足として探している方絶対おすすめです。はい、はい、一応今回この5台のレヴォーグをちょっと紹介してもらいましたが、はい、皆さんね本当に探している方ね、一応レヴォーグの台数はね中古車としていっぱい出てるみたいなんですが、もう価格的にも本当に目いっぱいお客様のね、喜んでいただけるような価格帯でうちも表示しておりますので、ぜひね、うちのレヴォーグ選択肢に入れていただいて選んでみてはいかがでしょうか。はい、絶対お得だと思います。あとはもう交渉次第なんで、はい、じゃあ皆さんもし、気になるレヴォーグがありましたらですね、こちらまで連絡ください。こちらね04-8-8-1-2-2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 -